優勢になっていくでしょう。だからノーセプションの配置は面白いですね。面白いです ねこのメテオのセットアップを阻止するような A の配置にはなっていますが、というより自分たちからアクションを起こすんじゃないですかね、まあ、ブリーチの、うん、まあ、プレッシャーをかけ、まあ、そこに対してゼータは早めに挟み込むのか。さあ A 側ではプレッシャーをかけているディフェンダーサイドのノーセプション、一方ゼータは B 側への進行。ただこの A のスロー詰めがどう刺さるかですね。 B メインから進行、早めに行った。ただ裏から現れてくる、裏を誰が見るか、4人が現れてくるが、シュガーゼロが見えているか。いや面白いですね、2人で待ってますね。面白いですね、落ち着いてますね。先頭デリアリー、これ前フブラックウィズジョジョ、ジョジョの後ろからのフォールトライン、もしくはフラッシュがあるか重要。手前にはファーストブラッド取っていくのはデリアリー、さらに追加できるはどうだ。しかもショーティーがタワーではメテオ、手前ではメテオ、この勝負はラズが勝った。しかしここはダブルピーク、ファーストラウンドはノーセプションが取っていきます。おそらくファーストラウンドスローでこう1人が裏を取るかもなぐらいの感じで時間をかけようとしていたんですけど、4人の詰めっていうところがかなり刺さっていましたね。かなり思い切ったプレッシャーのかけ方でしたが、やっぱりこういったオフライン環境下で一度ゼータはゆっくり自分たちのペースを握ろうとしたラウンドではありました、はい、ただそれ以上に自分たちは攻めっ気あるよというような攻撃の姿勢を見せたこのメテオのダブルキルでした。出てくれましたね、思い切りましたね。いやそれにしてもやっぱりこう何度見てもタワーのショーティーは強いですね。強いですね、鉄板ですね。さあ今度は A4 もう一度同じような形を作っていきますが、パラボラ側からドロップに進行し、オーブ回収のおそらくパーセンテージが見えているでしょう。しかしすごい配置ですね、これも自分たちから詰めて、まあ、一つキープという選択もありますが、地下を処理したいというのがまず第一手であります。強い、ジャンプピークで確認、アストラを始末した。一度始末しますが、ワンオンスリーの状況ではこの武器は重い。キープも考えられますね、うん、まあ、削るだけ削って、うん、あとはキープしようという判断でしょうか。しかしラズは、いやデップですね、デップは手前にポイズンクラウドから追いかけていく、噛み合った、デップ削り切った、これは大きいラウンドになりましたね。オペレーター回収のデップ渡したのはラズへ。今のラウンド特にうまいなと思ったのは、このゼータがこうノーセプションが先ほどからこう自分たちから勝負しに行く動きが目立ってるじゃないですか。そこにもう対応できているところですよね。いやしかしすごいショットです。これはすごいですね、素晴らしいフリックでした。さあ2対2こうツールドフォース勝負しますね。同点に追いつきました。ここのケアはどうするか、エテオのツールドフォース、オフアングルクラッシュいって手前にいた前夫をカバーキル、かなりオフアングルでね前夫もいたんですが、うん、カバーが出てくる可能性というところも結構ケアできていたようですね。さあそこからの B 展開、フォールトラインを奥深くまで入れて、武器的にはジョジョ、シェリフ、ブラックウィズ、シェリフ、デリアリ、フレンジーというかなり苦しい武器の構成になっています。ただ近距離であれば関係はありません。リレーボルトを入れて足止め、裏にここはラズ、さあ B の正面ではどうだ、しっかり抑えてますね。ただここまで詰めたというところでは A への展開も想定しているでしょう。その間にこの地下ではシュガーゼロが足音を聞いているので、この A か B かよりが分かります。落ち着いた攻めしてますね、アーケードがちゃんと見れてないので、ノーセプションもちょっとこう A、B 両方寄りづらい形になってますよね、うん、だからこそこうやって今エリアを取りに行ってるんだと思いますが、ただ B メインを取りに行くのがノーセプション、その間に A メインからの進行、デップサイト内にジョジョがいるのを変化、ここで半、おっと、ここは10ブラストバックからイン、裏ではラズのチェンバー、ここは甘えません、外しません、さらにはデップのカバーが入り、必ずツーマンセルという構成は崩しません。とにかくこう自分たちから勝負しに行くぞというノーセプションの動きに先ほどからずっと対応できているんですよね。この後のここもそうですよね、結局、うん、メテオの今のピークの仕方かなりうまいなと思ったんですけどね。で最後もオーバーピーク読めてますし、はい、
立ち回りを変えていくが、一方のゼータは A ではなくそのままシフトで B です。コズミックディバイドでフェイクですね。メテオがどこまで入るかですね。ガーディアンのメテオ、バイパーズピットで蓋をして設置のサポートをしていきました。なんならローリングサンダーも打てますからね。ただメテオが入っている、関係ない。おお、抑えた、入った黒、設置完了、2対2。さあメイン来てる、デリアリーバレました。ラスガーゼロとクローでクロスが組めている。ラストはデリアリー、最後はクローのキルでさらに連続ラウンドストック。非常にお見事なシフトでした。コインに来てくれればそこはもうしっかりと抑えられる準備はできているはずなんですけれども、これ面白いラウンドになりそうですね。初めて見せる上多め、遊びたいのか相手に。さあ4名での侵入アーケード、まあこれはショーストッパーなどを使って B メインのコントロールしてくる可能性をケアしてこの位置に行ってるのかもしれませんね。かなり寄れているのはノーセプション、ダブルスモーク使ってピンポイントダウン、ランデブで帰っていくメテオ使わせましたね。リテイクの形となるでしょう。さあやはり注目はユキシロさんがおっしゃっていた前夫のショーストッパーでしょう。アフターショックで設置は裏設置になりました。手前にはデップ、さあ切ったショーストッパー、切ったここに切る、デップの位置、はい、あしかしここはデップ落とし切った、メテオのカバー。ここは2つのログが流れているが3対3の人数状況、中ではブラックウィズ体力少ない中でダブルキルを取ってインセンディアリーからの解除はどうだ。いやこれ前出れませんね、超えられない。そうですね、ブラックイズ中ではシュガーゼロ、しかしこれはガチ解除が通ります。ラストはデリアリーです。ブラックイズの非常にいい働きでした。あとオービタルストライクも切ってたんですよね、うん、でそれ今 B タワーに打っていたので、あのこのアーケード側の今倒したログが流れた、はい、ラス選手の位置を倒せた時点でもありました。いやここまでアタッカーサイドの、ね、オペレーターが機能するというのも普段であまり見られない光景ですし、しかもこれメテオもそうですし、ここの飛び出しもケアできてるんですよね。オフアングルも含めて完璧に対応できてます。あとクローのローリングサンダーを多分今5ラウンドぐらい温存してるんですね、はい、だこれがあるだけで結局配置がね少しこう引いた位置だったり、うん、手前でこう削る位置だったりになりますからね。ノーセプションやりづらいですよね、うん、まあ、ただここはローリングサンダー切れれば相手は最後無理買いのラウンドになります。第11ラウンド、ブラストバックでケア、手前にあらずファーストブラストカバーに入った、デリアリー天のカバーの方が早い。ショーストッパー打った瞬間、今度はブラックウィズのカバー、そのカバーには今度はラズ、カバーのトレードではゼータでした。いいトライでしたけどね、ノーセプション。トライではあったんですけど、ね、こうノーセプションの望む交戦ラインではなかったでしょうね。もう少し入ってきた位置で打ち合いたかったのが理想でしょう。ここで設置完了、取り返しのメテオ、チャンスはあるのか。ワンオンスリー、逃がしません、デップ。これでバイパーズピットアップ。いや落ち着いているし、本当にこう相手の動きっていうのを抑えるのが上手ですね、ゼータディビジョン。しかしこのアングル、まあ確かにジョジョがアビリティを全部使い切る前に先に倒されたというのは痛かったかもしれません。さあ間違いなくこのラウンドはローリングサンダーを切らなければいけません。互いにローリングサンダーが上がり、ブラックウィズはオービタルストライクが上がり、デップはバイパーズピット、バイパーズピット発動さえできればかなり有利になりますからね。セットアップのスモークからスタートします。これは人数をかけて設置までまず持っていくのが狙いでしょうか。ただ先ほどもタワーにオービタルストライク、ファーストブラッドシュガーゼロ、さあタワーへのフラッシュ、そして天はブラストパックでこのタワーを取り切りました。入るためのバイパースピットだ、手前ですね。ローリングサンダーを返してから取り返しが始まるが、カウンターのローリングサンダー、デリアリーがなんとかタワーの天を落としますが、一方のシュガーゼロがさらに暴れている。
ペイント弾で倒された。ラストワンオンスリー、そこからワンオンツーまで持っていく。これ一バレてますね。体力ローのデリアリー、クローも分かってるのに動かない。アングルを変えた。見えたところデリアリーワンオン、ワンオン横から寄ってくる。外れた。体力少ないが分かっているので、ここはバンダルに変更。関して言うとネオンとレイズ。さあ一方の守り側のゼータは3人の配置。面白いですね。相手のアクションに対して自分たちからアクションを返していく。さあその間に A は回って、なんとラウンドを取り返しに成功しました。面白いエントリーを見せてくれましたね。トキシックスクリーンを使ってロープ下側に抜けて、ちゃんとメインに残ってる可能性もケアして挟みに行く。これでいい。なかなか珍しい挟み込みでした。確かにサイト内に入った段階で相手との交戦がなかったというところで、まあ、ポジションが限定されたのも大きかったですかね。人数状況なかなか分からなかったですよね。足音は聞こえてましたけどね。デップとしてはホールトライ同じ、同じ。ここは1ストレート。さあデップと黒は合流しました。しかも合流どころだからラズ現れた。まだでも勝負。いやただここでアフターショックで足止め中。裏も表もしっかり封じているのはゼータ。裏を倒したんですけどシュガーゼルが残ってる情報に気づけるか。崩しに行く。ジョジョメテオ、この2人のツーマンセル。そこから A しっかりと侵入成功。しっかり抑えれてますね。丁寧なプレーになりますが、おお頭当たってる。削っていきます。壁抜きのヘッドショットですかね。シュガーゼロなら何か見せてくれるのか。ワンオンスリー、ここはメテオアングルを変えて待っていました。さあノーセプション、ここで取り返しに取り返して、このやはり攻め側の強みを生かしていきます。あとノーセプション、特にメテオは先ほどからこうかなりオフアングルを多用しますね。そうですね。なんかデリアリーもそうだったんですけど、少人数戦のオフアングルみたいなので、多分チームで多分意識してますね、コンセプトとしてね。なんかしっかりとこう打ち合いで持っていこうとしている節が見えますよね。6対10。1本目ではデップとジョジョのここはトレードキル。ブームボットを流しショートパーの開始。それを打ち取った。しかも B も崩したぞ。前夫はそのまま帰っていきます。その間に B も切り崩し B 設置完了。あーこれ音聞こえましたかね。はい、ワイヤーの音が聞こえました。見えました。アフターショック、ホールトラインの開始。おっとアフターショックでジョジョが倒されました。ワンオンツー、フラッシュはまだ2つある。なんとワンワン黒、どうだ、チャンスがある。時間はまだあるか。最後はメテオ、メテオ。それでもかなりのクレジットを削りました。そうですね、ラウンドは取れて、ここはまあでも結果的には A4 の配置崩せたというのがまず大きいですからね。確かにそうですね。まあ、かなり引き目の配置からでしたね。はい、そこをこうショーストッパーでうまく崩したわけじゃないですか。でプラスそれによってこう動かなければいけなくなったこうラズを、まあ、待ち受けていたメテオが一方的に倒したところから B 設置まで持っていきましたからね。さあ今回の配置は B2 にしました。互いにフォールトラインリレーボルト、スネークバイトが先行で打たれていました。カウンター早いですね。ここはデップ10ペイント弾で抑えながら人数をかけていくゼータディビジョン。譲らないですね。 A 側のメインが取れました。素早いセットもしっかり対応できています。かなり緩急のある攻めではありましたが、自分たちが先手を打つ守り方ができました。まあ、その緩急も結構分かってる守り方ですよね。まあ、そろそろこのラウンドで来るだろうという準備した上でのラウンド、まあ、構成上でもネオンが入っている以上、こういったこうセットアップっていうのはいくつでも出てくる可能性ありますからね。頭1個のポジションシュガーゼロ、メテオは外しません。問題はスパイク、どう取りに行くか。
ワンオンスリー。メテオのクレジットは残り800クレジット。ラズに、おお、すごいところで置いてますね。高さを変えたラズのアングル、これは対応できません。マッチポイント、ゼータディビジョン。さあ、ここまでの流れは確かにノーセプションの攻めが有効活用できていましたが、徐々にゼータもその対策ができており、メインの人数をそこまでかけなくてもアビリティで返してしまうと。まあ、もちろんそのゼータディビジョンも A、B 両方ラッシュ来てもすぐに対応できる配置ではないんですけど、ああ対応できるというか手前で抑えれるのは片方だけなんですけども、はい、なんか相手のこうそういったスピード感のあるラッシュに対してもこうなったらな、まあ、引いてリテイクしよう、これだったら手前で抑えようっていう判断の速さが引いてますよね。フォールトラインからパラボラ侵入、ここでの勝負はデップ、スタン状態だが激しい当たらそのまま天は返っていきます。デップフラッシーパワフルな打ち合いでしたね。まあ、確かにファントムであればね、プレーができますからね。まあ、逃げたいしでも打ち合いたいっていう。ただ相手引かせたんでノーセプション有利ですね。ここ取りたいですね。中は一応取れていますが、ただメインが取れていないので挟み込むことはできません。あそこはゼータも一緒なので一旦情報取りに行きますね。ゼータメインを取りに行くか。ブラックイズジャンピークが見えた。この情報大事ですね。ブラックビズかなり苦しい、アルティメットが溜まった。オービタルストライクが上がっている。ブラックビズここはカバーキルで、シュガーゾルをしっかりキルが取れましたが、この表からのハサミもしっかり分かっているのがゼータ。取り返しが始まります。3対3。オペレーターラズローリングサンダー、時間稼ぎができた。全副ジョジョアウターのローリングサンダー、2人当たった、これはまずいんじゃないか。ノックアップ、上からラズ2人目、ワンオンスリー。全副苦しい位置、アクル変えているが全副負ける、カバーに入った。クロー